スタジアムは素晴らしいコンディションになりました。実況は私西岡明彦、解説はおなじみ福西崇史さんです。さてサッカーファンなら見逃せないこの試合、アーサルがインデペンディエンテデルバジェと対戦します。これは面白い組み合わせになりましたね。早速試合の方を見ていきましょう。ここは通しません。パドリック・ビエラ、さあここからの展開に注目です。これはあるぞ。このプレーはホイッスル、アーセナルにファールがありました。一旦味方へパスしました。強烈なシュートでしたがボールは枠に飛びませんでした。かなり距離があったんですが思い切って打ってきましたね。まあ何にしろもう少し精度がないと入りません。ここで狙いたい。打ってくるのか。流し込めば決まる距離でしたが強く蹴って外しました。そもそもコントロールすれば入ったと思います。クリアしたようなものですね。フェラー、チャールトン、ソン・フンミン、ドリブルで相手ゴールに迫ります。ここはしっかり当たらないシュートでした。ディディエ・ドログバ、キエーザ、トニー・クロース、ここでうまく対処します。アーセナルのフリーキックでゲームが再開されます。ドドリゴ、クロースへ、ボールを前に運んでいます。ちょっと力を込めすぎたのかシュートが逸れてしまいました。これはアーセナルのフリーキックになります。ここでカットしました。ボビー・チャールトン、フェラー、打てるか。ゴール、先制点を挙げました。フィニッシュは至近距離からのシュートでしたね。こうしてリプレイを見てもあれを止めるのは難しいと思います。キエーザ、ドログバへ、トニー・クロース、ボールはティエリー・アンリエ。前半終了のホイッスルです。この試合はどのような結末を迎えるのでしょうか。さあ後半キックオフです。キエーザ、縦に入れるチャンスを伺っています。ゴールをこじ開け同点に追いつけるか。同点になるか。相手が触りボールは外へ。コーナーキックです。クロース、クロースにリターン、入れば同点ですがビエラがクリア。試合終了まで残り時間は30分です。トニー・クロース、サネッティのプレー、ここでキエザ、キーパーが前に出てボールを抑えた。キム・ミンジェ、ローラン・ブラン、ボビー・チャールトン、フェラー、相手に当たりスローインです。選手を交代させるようですね。ジダン、キエザ、ロナウドへ、パドリック・ビエラ、ソン・フンミンに渡った。さあ味方も連動して動いてくる。チャールトンにチャンス、このシュートは外れます。オーラがありますマルディーニ、
サポーターはホームチームに声援を送っています。サポーターが諦めていない以上はチームも諦められません。力を出してほしいですね。ドリブルで進みます。ロナウドが行きます。入れば決定的、ゴールゴール。試合終盤でさらに追加点、スコアを2点差としました。ディフェンダーもコースを潰していたのに最後はうまくかわして決めてきました。見事なフィニッシュです。選手を変えてきますね。試合終了です。アウェーチームが勝利を収めました。見事な2点差の勝利でした。選手たちも調子が良さそうです。このまま勢いに乗っていきたいですね。